岡野てる著。天職に出会う。感想文集。本を読み、感想文を書いてくださった生徒の皆さんへ。岡野てる。この本を書こうと思った一番の気持ちは、今現在、病気一つすることなく、考えてもいなかった。コンビニという仕事を与えてくれた。世の中の不思議な出会いを振り返り、感謝しなければならない多くの方たちにお礼を述べる気持ちからです。本でも書きましたが、どんな時代にも友達関係は変わりません。私にも、たくさん嫌だなぁと思うことがありました。両親は昔のことを非常に大切にし、子供を育てる知恵を日常の生活から教えてくれていたのでしょう。何かあるなと感じたことを察すると、背中を押してくれて、良い方向に受け止める心を植え付けていてくれたんだなと今この年になって分かったように感じます。今まで出会った人々と美味しい空気と雄大な景色、先生、生徒、みんなの心が一つになり、元気、勇気、やる気を学び取れた我が母校を忘れるはずはありません。生徒の皆さんの感想文に改めて感動の涙が溢れ出ました。本当にありがとうございました。